3月22日、松山市役所で B リーグ島田慎二チェアマンが松山市を表敬訪問しました。 B リーグは日本のバスケットボール界を盛り上げ、日本を元気にしようとチームや選手の育成、運営などを行っています。今回は愛媛オレンジバイキングスのホームタウンである愛媛松山へ表敬訪問し、松山市副市長へ日頃の支援に対する感謝や、2026シーズンから開始される新 B リーグ基準についての説明、そしてアリーナの課題などを話しました。2026年からその今の商工学制度を廃止して、事業というか、まあ、簡単に言うと地元でどれだけ盛り上がっているかどうかを持って、カテゴリーを分けるというふうに変わっていくので、アリーナを作って地元をスポーツで盛り上げていくというような機運が作られていくようなことを目指す状況を今我々としては全国で推しているものですから、2月の25日のね、4000人を超える多くのお客様がご来場いただいた、試合に来たことがある来た方はね、やっぱすごいなって思ったと思うんですね。どんなに素晴らしいプレーがあったり、どんなに素晴らしい会場があっても、お客さんが入ってなければ全くもって意味ないですよね。ですからまずは会場にお客様がたくさん足を運んでくれるようなクラブになって、まあ、そういう状況ができればもっともっと市民権を得てですね、大きくなっていくことにつながっていくと思うんで、ですからあれが一回実現したんで、まあ、ああいう試合を年に何度かやりながら、まあ、将来的にはね、毎試合ですね、ああいう展開になっていくようなことを、まあ、クラブを目指していると思いますんで、まあ、一人でも多くのファンの方が会場に足を運んでいただけるように、まあ、お友達とかね、ご家族とかお誘い合わせの上、来ていただきたいですね、はい、やっぱりそれで、まあ、元気をもらっていただきたいですし、むしろ選手たちをね、元気づけてほしいですし、まあ、そうやってこうエネルギーが地域のこうなんですかね、元気につながっていくと思いますので、まずは会場に足を運んで応援いただくような雰囲気をどん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 ファンの皆様から作って、ご視聴のされている皆様に作っていただきたいと思いますので、会場でお待ちしております。2026シーズンから新体制で地域を盛り上げようと動き出した B リーグ、日本のバスケットボール界のさらなる発展が期待されます。